はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。指標って何ですかということになるわけです。指標って何ですかって話ね。前回やった小選挙区制っていうところが大事になってくるんですけど、指標っていうのは無駄になった票のことを、無駄になってしまった票のことを指標と言います。じゃあ小選挙区だとなぜ指標が多いのかっていうことについて見ていきましょう。例えば、いつもちょっとごめんなさい、例出させてもらって恐縮なんですが、柴田さんがいらっしゃったとしましょう。柴田さんが、例えば11万票を取ったとしましょう。11万の票数を取ったとします。で、木下ゆうかさん。何回も言うことなんですが、このメンツの選び方は何ですかっていうと、私のが、要するにファンかどうかっていうところだけなんで、まあ、一切これに関するような批判を受け付けないですが、で、柴田さんが11万票を取ってました。で、ここがポイントになるんですが、木下ゆうかさんが9万票を取ったとしましょう。9万票取ってたとしましょう。ところが、小選挙区制だと、柴田さんしか受からないんですね。そりゃそうですよね。勝った方が偉いわけですから、勝った方が偉いということになる。で、ここで問題なんですよ。ここで問題なんですよ。この9万票どうすんのって話なんですよ。ってことは、この9万票は、要するに、全部無駄になってしまうということになるんです。で、というふうな形になるから、それって民意をちゃんと反映できてんのっていう問題点がある。そうですよね。だって、11万票確かに柴田さん取ったけど、取ったから当選しました。それは当然当たり前のことです。でも、2番手につけてる人は9万票っていうのに、その票は全部無駄になるのっていうことになります。で、ここでもう一個考えてほしいんですが、ここでもし、ラファエルさんがいらっしゃったとしましょう。ラファエルさんがいらっしゃった時に、ラファエルさんも9万票を取ったとしましょう。ってなると、いいですか？この人が確かに1位を取ったけれども、2位、3位の連合を合わせると18万票になるんですよ。つまり、何が言いたいかっていう話になるんですけど、当選した人よりも、当選しなかった人の票の方が多いっていう現象が起こってしまうんです。わかりますか？ここ。当選した人よりも、当選しなかった人の票の方が多いですよっていう形になってしまう。ここが問題点になってくるわけなんですね。だから、小選挙区制の最大のデメリットは何ですかっていうと、要は指標が多いんで、本当にこの人が勝ったんでいいのっていう、他の人の意見が要するに通らないっていうことだけど、本当にこの人は民意を反映しているのかという問題点が発生してくるという厄介さがあるということですね。というわけで本日のテーマ、指標ということでお送りいたしました。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。